まもなく衆議院の本会議で自民党の石破新総裁が総理大臣に指名されますこちら現在の衆議院本会議場です続々と総理大臣の指名選挙の投票が行われている模様です 先ほどすでにですね石破新総裁も一票投じたその様子が映像として入ってきましたこの後参議院の本会議でも指名される見通しで石破氏は第102代総理大臣に選ばれます総理大臣に選出後石破氏は総理官邸に入り連立を組む公明党の石井代表と会談しますその後閣僚名簿を発表し皇居での認証式を経て石破内閣が発足します 夜には今後の方針などを国民に説明するため記者会見も行う予定です一方野党側は総理大臣の指名選挙では立憲民主党は野田代表を指名するほか日本維新の会は馬場代表を共産党は田村委員長を国民民主党は玉木代表とそれぞれ党の代表を指名します